おはようございます。2013年10月22日火曜日6時5分になりました。というか7分でした。すいません、ちょっと遅れました。ですね、まあ天気がね、またその寒いんだか暑いんだかというか、ね、一部では昨日25度とか夏日とか、今日もなんか夏日になったり、高知の方から28度ぐらいまでなるとかっていう予報が出てたりしてますけれども、いやはや10月で夏日とかっていう、もうなんかもう全然わけわかんないですよね。で、台風がどうも、次々と台風が迫ってくるみたいで、一体いつになったら落ち着くんだろうっていう感じですけれども、さて、ですね、今日は IT メディアニュースからちょっとね、変わったニュースと言ったら変ですけども、ピックアップします。こちら、品川駅の券売機に東京駅発表示、 JR 東海ソフト回収ミスで、料金過大徴収の可能性。これはですね、JR の駅の券売機ですね、ここに写真写ってますけど、この券売機でその新幹線の切符を買うときに、通常の新幹線の切符ってどこの駅から乗りますかっていうね、主な乗る駅っていうのが表示されるんですよ。で、というのは例えば、関西だと大阪、関東だと横浜とか分かりやすいかな、大阪と新大阪、横浜と新横浜、駅が離れてますよね。要は在来線と新幹線の駅が離れているところとかは、主な乗車駅っていうのが、実はその大阪駅で切符を買っていながらも、京都までは在来線で行って、京都から新幹線乗るっていうことだってあるわけですよね。横浜にしても、横浜でその乗るとか、在来線に乗って品川から新幹線乗るとかね、それはあり得るんですよ。その移動の仕方によって必ずしも、同じとこから乗るとは限らないし、で、他の場所だったらどこで乗るか分かんないですね、その途中のところ。関西で言えば、なんでこんな比較をせなあかんか分かんないですけど、例えば、関西で言えば尼崎で乗るときに、新大阪で乗るか新神戸で乗るかっていうのがありますよね。で、関東で言えば川崎で乗るのに、新横浜で乗るか品川で乗るかとかね、そういうこの新幹線の駅の選び方ってあるんです。で、前置き長いですが、その新幹線で切符買うときに、主な乗車駅とかっていうので、こうどこから乗りますかっていうのが出て、で、主なところって一番近いところがだいたい表示されたりして、で、その他のところってピコって押すと、そこからこう選ぶようになる。で、それがですね、だいたいその一番近いところを表示するんですけど、主な乗車駅で、品川駅だったら品川から乗るのが普通なんですけど、ところが今回ですね、それをアップデートするときに間違って東京駅用ので、表示してですね、その最初に東京駅って東京からっていう風に表示するんですね。で、そうするとですね、間違って東京そのままいつもの調子でポッて押してしまうと、品川から乗るのに東京駅からの新幹線の切符を買ってしまうわけです。そうすると余分に料金が発生してるんだけど、それに気づかずに買ってた人がどうもいるということで、それが37枚で、あったということなんですね。で、これが17日の午後8時半ごろから発売表示されて、翌18日の午後8時半頃、要はだから24時間表示されて、あ、
24時間後に顧客の指摘で発覚して、19日の7時40分だから、24のさらにざっくり12時間ぐらい足して、40時間にもならないのか、まあまあ1日半ぐらい、表示されてたということなんですね。でそうするとですね、これ見ててちょいと不思議だったのは、まず、ここのね、記事によると、面白いなと思ったのは、誤って東京駅用のソフトウェアを配信していたことが原因っていうふうに書いてあるんで、要はこういうこの手の券売機のソフトウェアっていうのはオンラインで、更新されていくんみたいなんですね、この書き方で。まあ多分そうなんだろうなというのは考えてみるとそうで、一斉にこう値上げとかになるとか、あと新しい駅ができたとかになるとこう変えなきゃいけないですね。その時に当然ソフトウェアを更新しなきゃいけないんですけども、各駅に張り付いて、まあ、要はメンテナンス要員とかが行ってアップデートするとかってやってると一晩で終わらないですよね、そんなの。いろんな駅に行って、だからそういうなのをやってるよりも、おそらく、だから考えればこうオンラインで、自動アップデートをかけるというような形なんですよね。でただそのアップデートかけた後どうやって確認してるのかなっていうのが、おそらくこれリモートで、確認をしてるのかなという気がするんですけども、もし現場のね、駅員さんとか、まあだから今回品川駅だったら品川駅の駅員さんが確認すれば、あれ？って思うと思うんですよ。その普段品川表示されてるのが、あれ東京駅になってるっていう風に気づくと思うんですよね。でそれがどうもないということは、オンラインで更新をして、で、現場の人はどうなんだろうと、確認をどれぐらいしてるのかなっていうのが、ただこう、動作してるっていうのの確認の仕方の手順とかそういうものが結構曖昧なのかなという気がちょっとしたんですね。でこういうふうにそのオンラインでこういうものが更新されてるっていうのはちょっと意外な気がしたのと、でまたその、こういう更新の確認作業がねちょっとアバウトになってるのかなと。でオンラインで表、アップデートかけてリモートで動作確認をして OK で、リモートで確認してる人は現場の担当ではないので、普段がどう表示されてるかっていうのはあまり分かってないと思うんですよ。で、その更新したことのチェックはできるけれども、ただそれが以前と比べてどうなのかっていうのは多分ね、あまりよく分からないんじゃないかなと。で、ですね、ソフトウェアの、まあ私はソフトウェアの開発とかやってた人間なんで、それで考えると、まあ、丁寧にやる場合はね、そのアップデートをするときに、もともとあったものと今回のアップデートの差分情報っていって何が違うのかっていうのを出して、で、それを当然確認をするはずなんですね。で、まずそのソフトウェアの部分で、比較をして何が違ってるのかっていうのをこう、チェックをして、でもって、アップデートかけてから、その変更したところがちゃんと変更してない、してあるのか、あるいは変更しちゃいけない部分が変更されてないということも確認するんですね。おそらく変更されている部分だけの確認をして、元々の部分っていうののチェックをしてないからこういうことになるのかなと。まあ確かに機能が多いので変更されてない部分をチェックするっていうのはかなり大変な部分はあるとは思うんですけどね。でそれとこの日に18日にこのアップデートされてるっていうのはどこを何をどう変わったのかなっていうのはまあちょっと気にはなるんですけども、まあいろいろねこういうそのアップデートの作業っていうのは気をつけないと、本当にその変わってないことを確認するっていうのは実はね意外と、見落としがちなところなので、ソフトウェアのねアップデートとか、まあこれは別にソフトウェア会社だけではなくってユーザーサイドですね、使う側も、自分たちのそのいろんな使ってるものをアップデートかけた時に変わってないっていうところをね
ちょっと気をつけないと、特にその基幹業務ですよね、その経理だとか、そのいろんな管理用のソフトで在庫管理とか販売管理、顧客管理、そういうもののアップデートしたときに変わってないっていうことを確認しとかないと、ちょっとね、後でパニックになる可能性もあるので、この辺は非常に重要なポイントかなというふうに思います。さて、そんなところでもう6時17分になりました。だんだん台風が近づいてくるようなので、その気をつけてくださいとしか言いようがないですね。でそれと、もう、何度も言ってますけども、過去の経験とか過去のデータとかが役に立たなくなってくる規模の台風とか、タイミングとか、そういうことになってきてるんで、気候の変化が今まで過去にのデータとか経験が役に立たない、まあ言えばその大きいね、変動の波の中にいるような感じなので、ぜひその辺は意識しておいた方がいいかなと思います。さて、そんなところで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。